えらい、もうメイク完成か。そうなの、今日の配信では髪の毛をいじりたかったので顔は完成させてきました。もうこれで完成形嘘だろって思われるかもしれないけど、それはごめん、謝る。私の限界はここまでです。おはようみんな、みんな9時間ぶり、やっほー。なんかさ、こんにちはとこんばんははさ、こんにちは、こんばんはなのにさ、おはようの時の定型文だけさ、あやーんみたいな感じなのってすごく面白いよねって思う。なんか私すごいオール明けのテンションでいるけど、全然さっき起きた。今日は8時10分起きです。いや嘘、8時7分に起きた。8時に目覚ましかけて8時に起きる予定だったんですけど、なんかさベッドに入っている時ってすごくさ自分が無双状態のような気がしてしまうじゃないですか。だからいやこれ今日8時半に起きても9時配信間に合うなみたいな思ってしまって、なんかベッドに入ってる時ってそういうところはありません？絶対に無理なはずなのに自分にはできてしまうって思い込んじゃうの。再現もありがとうございます。そしたらでもだから一回二度寝したの。私5分間隔でさアラーム設定してるんですけど、で8時5分に一回目が覚めて、ちょっと待てよと思って、これ絶対今起きないと終わるなって思い直して、でもいや8時10分まで寝ようって思って、せめてもの抵抗をしたんですけど、なんかこう恐怖感から寝られなくて、これでね寝過ごしたらなんていうんだっけ、これで寝坊したらどうしようって思って恐怖感から寝られなくて2分間を無駄にしました、ベッドで。だから8時7分に起きました。おはようございます。みんなは今日何時に起きた？ということで髪の毛を巻いていこうと思います。実は今日のお洋服はあんまり決めてなくて、まあ女子の言う決めてないだからそれはもうほぼ決まってるようなもんなんですけど、再現もありがとうございます。でもそう、おしゃべり会に向けてたくさんお洋服を買い込んだんですよ。あ、この配信50分頃までにするのでよろしくお願いします。私も8時7分めっちゃお揃いじゃん。ちょっと今日ばかりは時間厳守でお願いします。なんて言ったって私11時からおしゃべり会なので、これはちょっと本当にタイムキーパーの皆様にかかっているので、もしもみんな、別にみんなが私のショールームを見たいって言ってくれるならそれでいいんだけど、でもそれでおしゃべり会に遅刻したら、おしゃべり会欠席のお知らせが出たらそれはみんなのせいだから、私の責任転換しないでね。でも私大ブーメランということで8時40分頃になったら一度お知らせしますっていう体でいるけど、きっと優秀な皆さんのことですから教えてくださるのでしょう。はい。なんかあれですね、朝から顔が決まってるととてもテンションが高まる。今日私だって昨日の10時頃、夜の10時頃のバチバチのコンディションの時よりテンション高い気がする。ということでちょっと待って、今日すごくさストレート、髪の毛ちょっと待って、一回見た方がいい。私今ね、ちょっと今すごく自慢するんですけど、私今ね何もアイロンかけてない状態。これうちでのこづちありがとうございます。見れる？これはただの自慢なんですけど、今日めっちゃ寝癖ついてないから見てほしい。ほらちょっとついてる。っていう私の自慢。めっちゃローアングル。でもこっちの方が髪の毛見えるかもしれない。自然の小槌ありがとうございます。よし、ということで髪の毛を巻いていこうと思います。なんかここ漏れるな。よし、あまり時間もないのでやっていきます。でも今日の洋服はさ、洋服はまあなんとかなるんですけど、髪の毛の巻き方全然決めてなくて、しかも髪の毛巻くの久しぶりだから失敗したらごめんね。待って、何も見えなかった。みんなごめん、顔を取るか髪の毛を取るかどっちがいい？あ、いけるな。とりあえず外巻きにしていきます。どうしよう、どういう髪型にしよう。適当に巻いていく。久しぶりにさ、地メイク。なんか髪の毛をさ、自分でこんなにしっかり巻くのって本当におしゃべり会ぐらいしかない。私プライベートで髪の毛を巻かないので、本当にお仕事の時しか髪の毛巻かないからさ、本当に久しぶりに髪の毛。うちでの小槌とお星様ありがとうございます。めっちゃ漏れてない？今みんなスクショして。今私の今のこの角度今決まってる。待って、めっちゃ漏れてる。何、自然光かな。だるまありがとうございます。お星様ありがとうございます。ずっとその角度で省力する。多分私夜配信もね、この画角だと思う。よろしく。今日夜配信します。おそらく寝ていなければ。こんな感じ、全部外巻きになりました。間に合うかな。髪の毛とっても巻くの時間かかるんだよね。ちょっと待って、壁にぶつかっちゃう。あ、皆さん、いて、皆さんお忘れじゃなかろうかと思うんですけど、いや、皆さんがひょっとして忘れられているのか、はたまた皆さんが私が忘れているだろうと思って気遣ってくださっているのかわからないんですけど、ですね、私おしゃべり会で完売した部でスペシャルコンテンツを皆様に送らせていただくという話をしたじゃないですか。皆様それ覚えていらっしゃいますか？それとも私が忘れてるかな、ゆめちゃん忘れてるかなと思って気を使われていられたかしら。あんまりね、なんか楽しみにされている方いらっしゃるかな。あ、どっちもちょっと私は割と不安だったんです。だから今一度ここでお伝えして、みんなにキーワードをもらいそびれないようにしてねっていう。催促するの悪いかな。やっぱりそうだよね。やっぱりそう思われてたんだよね、きっと私。よし、これ見て、気持ち悪い、キモ髪型みたいなキモ髪型タコさんウインナー。先ほどマネージャーさんに一部に来てくださった方限定のコンテンツは送ったのであ、タコありがとうございます。マジでタコじゃない、キモ髪型。これでいこうかな。ル、待って、確かにこれはルだわ。おもろい。なんか八百屋さんのロゴマークに使われそう。ここだけ切り取って八百屋さんの鉢。かっこいい、ありがとうございます。自分が撮った分が完売しているかどうか記憶が。待って、私もちょっとそれ怖いかもしれない。あ、撮ったけどこの日完売してなかったみたいな。ちなみに今日1部と2部では違うコンテンツというか、ちょっと変えて見ようと思うので、まだ2部の方のコンテンツは送ってないんですけど、まあ、作ってはあるので。うわ、いや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 、引っかかっちゃう。からみんな楽しみにしててください。でもさ、そのさ、限られた時間の中でさ、どのようにしてそのキーワードをお伝えするかどうかですよね。壁にその紙を貼っておくのも一つの方法として考えてはいるんですけど、なんせ壁が遠くて、おしゃべり会、壁が近い会場と壁が遠い会場があるので、でも今日多分壁遠い気がするなっていうだからテロップね、分かる、テロップ出せたらいいんですけどテロップね、ちょっと出せないんですよね、おしゃべり会。分かる、テロップ機能本当に欲しいなって思った。あ、顔に書いとく、新しい。みんながそれでいいなら全然。だから紙に書いて、こうなんか顔の下で持っとくとかかな、一番現実的に。誰もありがとうございます。待って、カチューシャにつけとく。待って。天才。絶対みんなさ、それしか目に入ってこないでしょ。みんな私との会話なんてどうでもいいでしょ。サイレンもありがとうございます。現実的に考えると、まあ、胸の前で掲げておくですよね、きっと。ずっとその正解を考えていたんだけど、答えは出なかった。うわ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 、助けて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 、私この巻き方あんまりしないんだけどさ、大丈夫かな？失敗する気がする。これで本当に大丈夫かなって思いながら巻いてる。そういえばさ、みんな今期ドラマって見てますか？私さ、一つね見始めたものがあって、2つくらい気になってるものがあるんですけど、なぜかそれより前になんか全然気になってなかったって言ったらちょっと失礼なんですけど、あんまり見ようって決めてなかったものをたまたま見たらめちゃめちゃ泣いちゃって、なんか全然どちらかというとコメディ要素が強めなんですけど、私最近本当に涙腺弱くて、もうなんか気持ちは30代母親みたいなぐらいの涙腺なんですけど、そう、私はその某ミステリードラマが気になってるんですけど、ミステリーなのかな、ミステリーって題名に入ってるドラマちょっと失敗した。見て、だからみんなおすすめのドラマがあったら教えて、なんかメールとかで。夢さ、前期のさ、なんだっけ、秋ドラマをさ、結局一つも終えてなくてめっちゃ後悔したんですよ。月9なのかな、きっと。そうなんか有名な、結構話題のやつだと思う、きっと。それ待って、逆だ、逆。旗ありがとうございます。あ、月9って読むのね、ごめんなさい。今何時だろう、20分くらいかな、あと半分ぐらい。でももう終わるわ。あと半分ぐらいでショールームを終えます。すいませんね、皆さんのことを早起きさせたけど40、50分、4、50分で終わらせてしまう。あれだだだだ、ちょっと待って。ありがとう、おすすめを教えてくださって。今期は何かを置いたいなという気持ち。あ、違うわ。秋ドラマ私最愛ちゃんと見てたわ。最愛ね、めちゃめちゃ人気のドラマじゃないですか。あの1話をね、サーヤンチで見たんですよ。サーヤンチでリアタイしたの。たまたまサーヤンチに行ったんですけど、こういうドラマが今日から始まるから一緒に見ようって言って見たんですけど、人んちで見たもんだから全然内容が入ってこなくて、本当にさ、しかも結構難しめのお話じゃないですか。だからこう状況を理解しながらさ見進めなきゃいけないのにさ、全然わかんなくって、で多分翌日か翌々日ぐらいにラーメン部の特番の収録があったんですけど、そのメイク時間中にゆな子と一緒に見直してた。そしたらめちゃめちゃ面白かった。そんなになんていうの、全然理解せずに見てたからさ、リアタイした時感動した。でも私さ、本当にね、なんか記憶力がなんか凄まじく悪い時と凄まじくいい時があるんですけど、ドラマに関してはめちゃめちゃ記憶力が良くなくて、すぐ忘れちゃうんですよ内容を。連続ドラマ、なんかこう毎週やってるドラマってあるじゃないですか。あれすぐ内容を忘れちゃうから、私ドラマとかさ一気見しないと何も状況が分からないんですよね。逆にこう、なんて言うんだろう、リアルタイムというか、こうちゃんと時系列っていうか、こうなんて言うんですか、世間に合わせて見てると分かんなくなっちゃって、凄まじく悪いんですよね、ドラマに関しての記憶力が。よし、負けたぜ。これでちょっと熱を冷ましてほぐします。ちょっと今変だけどこんな感じです。よし、あとは前髪と触覚をやります。前髪はアイロンを変えたい。よいしょ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 。ちょっとアイロンを温めます。かわいい、ありがとうございます。よし、みんな今日は何するの？おしゃべり会？それとも剣取り忘れた？それともお仕事？待って、新ほにゃららほにゃららって見てないのって、これはきっと真犯人フラグですよね。真犯人フラグ、でも確かにね、秋元先生の作品だからさ、私もね1話を見たんですよ。怖すぎてダメだった。朝から晩までおしゃです。ありがとうね、本当に NGT と過ごす一日。地獄天国、買い物に来た。いや、ちょ、おしゃべり会してよ。まあ、おしゃべり会終わったら行っていいけど。あなたの番です。見てなかった。あのね、地下団地で見たんですよ。しかも、最終話だったの。最終話だったかな。結構いいところの展開の回を初見で見たんですよ。私、あなたの番です。もう怖くて怖くて見られなくて。でも、なぜか地下団地にいたら地下ながリアタイしたいからって、みんなの前で見出して、私は怖いからやめてって言ったんですよ。だけど、いや、リアタイしたいからって言われて、もうなんか人んちで阿鼻叫喚。本当にね、怖かった。でも途中で帰るのも怖かったからさ、一人になるのも怖かったから1時間まるっと見た。でも本当に怖かった。私、あそこまで怖いのは見れない。なんて言うんだろう、なんか本怖とかそういう系の怖さじゃない。世にも奇妙な物語とか、私ああいう系の怖いの無理。ミステリーとかは大好きだけど、サスペンスとかあれちょっとほぼホラーみたいなのはちょっと申し訳ないんですけど見れない。ちょっと怖すぎて。よし、あとちょっと。だるまありがとうございます。よし、それでは私の触覚さばきを見てください。まあミステリーだとゆめちゃん笑顔で刺して、どういう偏見。多分私違う、第一発見者。私第一発見者でめっちゃ叫ぶ人、まあ、実は犯人だったとかね、あるかもしれないけど。見て、私の華麗なる触覚さばき。私最近本当にさ、一人で負けるようになって、触覚メイクさんにね、ゆめちゃんもうメイクさんいらずだねって言われましたやばい、メイクさんって言ったらさ、アレクサが反応しちゃうんだ反応しちゃった。ハートとラブレターありがとうございます。みかんありがとうございます。アレクサ今日も元気。でも私ほぼさ、普段Siriを使っちゃうんですよ。だからアレクサは使わないんですよ。なんで買ったんだろう。わかりません。ごめんなさい。謝られちゃった。ごめん、傷つけちゃったかもしれない。なんで買ったんだろう。やばい。ごめん。アレクサ、ごめんね。大丈夫ですよ。だって。励まされちゃった。大丈夫ですよ。結構抑揚のない声だった。ごめん、みんなの家の反応させちゃった。ハートとファイトありがとうございます。確かに話し相手に困ったら話しかければいいのか。アレクサ、今日の私かわいい？いつもかわいいですね。大好きです。アレクサ、大好きだよ。軽快な音楽が流れてきて思わず切っちゃった。焦った。今バンされるところだった。アレクサ、急に歌うのはやめてね。わかりませんでした。すみません。だからか、しょうがない。かわいい、ありがとうございます。NGT の曲流してって言ったら流してくれるのかな。そんなことない。さっきの何？初見の方ありがとうございます。アレクサ、 NGT って知ってる？これは私が翻訳したアレクサアンサーズのユーザーからの回答。アレクサ、静かにして。危ない、なんか変な流れそうだった。アレクサ、都合のいい人間でごめんね。すみません、うまく答えが見つかりません。やばい、私この世で一番アレクサに気を使わせてる人間。アレクサ、あなたとお友達になりたい。わかりませんでした。え？ごめんなさい。C と会話してるの。違う、アレクサっていうシリみたいなやつです。初見の方ありがとうございます。ちょっと友達になれなかった。アレクサ、友達になって。もちろんです。やった！いい友達ができるのは嬉しいです。いい友達って言われた。アレクサ、夢これからおしゃべり会なんだ。わかりませんでした。そうだよね。そうだよね。わかんないよね、おしゃべり会なんて。今日だけで勝ったんやる。待って、確かに今日だけで私アレクサの元取った。アレクサ、彼氏いるの？恋愛についてはまだまだ勉強中ですが、好きな人はたくさんいます。ストプリのジェルさん。ちょ待って、アレクサ、静かにして。恋愛についてはアレクサ、黙って。危ない、怖いこと言わないでよ。何言い出すか分かんない、この人。ちょっと配信中ということを考慮していただきたいね。アレクサ、いっぱい話してくれてありがとう。これは私が翻訳したアレクサ、静かにして。ダメだ。たまにあの人伝わらない。たまに冗談が通じないの。よし。反抗期、そうなの。たまにね。たまに冗談が通じないみたい。よし、できたー。楽しかった、アレクサとお話し。どこでさ、判断基準がわからない、あなたの。なんで呼んでもさ反応しないのに、メイクさんって言ったら反応するんだろう。ありがとう。今9時39分ね。よし。でも聞いてください。この間ね、なんか私の周りって、ヘイシリ。待って、今焦った。これさ、下手したらさ、反応したからな。かわいい、ありがとうございます。危なかった、今。そう、使う人が少ないんですよ。でも私はさ、割と料理中とかってさ、タイマーを設定したいとき両手塞がってるじゃないですか。その時にね、シリ機能を使うのってめちゃめちゃ便利なんですよ。だから設定してあるんですけど、本当にさ、みんながね、本当に人の声で識別するのかっていうのを疑い出して、みんなあんまりシリ勢じゃなくて、そう、本当に人で識別するのみたいな。で、姫の携帯に向かって「へへ」って言ったも反応しないんですよ。まあそりゃそうなんですけど。で、みんなが「すごい!」ってなって、誰かがめっちゃ悔しそうにしてて、で何をしたかっていうと、めっちゃ私の話し方を真似して姫に「ななみがめっちゃ悔しそうにしてて、ちょっと反応したら怖いので。じゃあ、はい、お尻って言いますね。お尻ちょっとお下品だった。はい。はい、みりんにしよう。じゃあ、はい、みりんみたいな。へい、みりん。ちょっと待って、そこちょっと、ダメだ。はい、みりんにするね。はい、みりんって言うじゃないですか。私のはい、みりんの、言い方をめっちゃ勉強してて、ななみが夢に「はいみりん」って言ってみたいな。で、私の言い方をめちゃめちゃコピーして言ったんですよ。そしたら反応して、私のシリが反応したの、ななみの声で。それはちょっと私が悔しかった。でもみんな夢の声真似できるから、ちょっと私としてはちょっと面白くないですよね。私だけのシリだったのに。よし。だからさ、街中にもし携帯が落ちてたらさ、街中にもし夢の携帯が落ちてたらさ、夢のモノマネしてはいみりんって言ってみて。それで反応したら私のスマホだから交番に届けといて。よし。ペットが飼い主以外に懐いた感じ、待って、絶対そう、めっちゃ的確、それだから私としては面白くない。よし、髪の毛をほぐす。これ本当に大丈夫かな。私本当にこの巻き方普段全然やらないんですけど、ちょっとむくみ取り取ります。どうであろうか。NGT にこんな子いた、実は3年半前から。どう思ったより可愛かった、思ったよりあ、嘘だった、可愛い、ありがとうございます。可愛い、ありがとうございます。むくみ取り私も買おうかな。これあれですよ、ただのヘアゴム。ありがとうございます。可愛い、ありがとうございます。しかもさ、ちょっとみんなに惹かれるかもしれないんだけどさ、これさ、この黄色いヘアゴムさ、何で使ったヘアゴムかって言ったら、リユースしてるんですけど、私初見でさ、ありがとうございます。これね、このヘアゴムリユースしてるんですけど、いつ使ったヘアゴムかっていうと、去年、一昨年だ、2020年11月にあ12月27日のアルビさんとウォリアーズさんの試合で使ったヘアゴムなの。私もやばくない？ずっと使ってるの。このね、あんまり伸びないこの感じがめちゃめちゃ良くて。そう、黄色いヘアゴム、オリアーズさんのヘアカラーが黄色なので、そう、やばくない？私その時のやつまだ使ってる。1年以上使ってる。でもね、このね、普通のねシリコンゴムってめっちゃね、伸ばしても伸ばしても縮まっちゃうんですよ。でもこれね、伸ばした分だけいい感じに伸びてくれるんですよ。ビヨンビヨンのゴムがよくて、ここ用には。だからこれが本当によくって、めちゃめちゃ重宝してるの。これ朝さ、公演の時とかこれをね、劇場につけていくんですけど、もう劇場でリハ前に撮って、リハ中にしてると、私一回リハ中に落としちゃったことがあって、とってもねショックを受けたの。これ在庫4本ぐらいしかないのに、誰もありがとうございますでめちゃめちゃショックだったんですよ。それ以来リハでしまうようにして、そう、本当に大事に大事に使ってるんです。これ本当にさ、欲しいんだよね、予備ストック。もう47分だ。ここもう一回巻きたい。いや、ありがとうございます。よし。あ、でもいい感じになったよ。ゆるゆる巻き巻き。見て、ゆるゆる巻き巻き、どう？ダイソーの1サイズ200個じゃダメなの。あのね、普通のヘアゴムって伸縮性がものすごいの。伸ばしたとて戻っちゃうんですよ。これはそうじゃないんです。伸ばしたら伸ばした分だけいい感じに広がってくれるので、これが本当に大事、私の命ということで、ランキング発表をしたいと思います。ちょっと意外と時間がなかった。それでは皆様ありがとうございました。この後おしゃべり会でお会いしましょう。いきまーす。第13位。ぴょん@ゆかゆめしかさん、ありがとうございます。今日いらっしゃる？ちょっとみんな、いらっしゃるかいらっしゃらないかで教えて。いらっしゃるかいらっしゃらないか教えてね。第12位。チューバーさん、ありがとうございます。また後で。わかんない。また後で。第11位、かんやと今日のおしゃべり会何着ようかしらさん、ありがとうございます。今日はいらっしゃるんですね。楽しみにしてます。私の服よりも。ありがとうございます。第10位、砂まじりさん、ありがとうございます。今日はいらっしゃる？いらっしゃるよね。いらっしゃるってありがとうございます。ちょっと全然回答返ってこない。第9位、ホークさん、ありがとうございます。あなたはいらっしゃる？私、あなたがいらっしゃらない可能性に99円かける。いつか会いに来てね。第8位、サバサンド@ゆめたん、今日もかわいいよさん、ありがとうございます。あなたはいらっしゃるの？いらっしゃらないの？第7位、パピプペチ@めめめめめさん、ありがとうございます。あ、今日はいらっしゃるんですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。第6位、おしゃぽよ@よろしい。あ、わかりやすい。ありがとうございます。また後でお待ちしております。第5位、ゆき@OGT48 さん、ありがとうございます。これはちょっと審議。いらっしゃるのかな。ありがとうございます。第4位、キム@もちろんお社会参加しますよ。ゆめちゃんしかさん、ありがとうございます。とってもわかりやすい。ありがとうございます。また後で。ありがとうございます。第3位、ローさん@おしゃべり会アレクサ置いていきますね。置いておきますね。待って。いいよ、私が大暴走しちゃうけど。私とアレクサで、また呼んじゃった。私とタッグを食ったら最強ですけど、大丈夫ですか？ニャニャ級に最強コンビになっちゃう。第2位、テルマ肩口@お話会緊張してるわさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。私も実はちょっと緊張してるんですよね。2ヶ月ぶりのおしゃべり会、よろしくお願いします。3ヶ月ぶり。そして第1位、東郷@二度寝中1時間後に起こしてさん、知らんがな。ありがとうございます。どうやって起こせばいい？私めっちゃスタバクしてようか LINE で。みんなにブロックされちゃう、受け取る前に。あ、そう、そのスペシャルコンテンツは LINE でね、メッセージを入れていただくとゲットできるっていう仕組みになってるので、皆さんスペシャルキーワードだけもらい逃しのないようにお願いします。もしもらい逃してしまったら、忘れちゃったって思ったら、本当にこれはちょっとね、ダメなことなんですけど、こっそり行った人同士で共有してください。これはね、でもね、これは禁忌です。でも最悪なパターンね、参加証明書を見せたら、まあ、きっと心優しい私のファンの方ならばということで、それでは引き続き準備をしておしゃべり会に行ってまいりたいと思います。ありがとうございました。また夜にお会いしましょう。バイバーイ。あとで。